山梨、春のウグイスのさえずりと書いて春農店。今日持ってきたのは山田錦の伊藤久のお米を使った大吟醸酒になります。で、作り方はですね、低温でゆっくり発酵させておりまして、そんで、仕込んでるお酒になってます。おつまみはですね、今日貝屋さんの煮貝を持ってきたんですけども、だいたい15分ぐらいでですね、なくなっちゃいました。すいませんでした。はい、最近なんかハマってらっしゃる意外なお酒に合うおつまみとかありますか？そうですね、最近山梨のですね、鶏もつ煮が B1 グランプリ ですね、有名になりましたので、やはり昔からのほうとうもそうなんですけども、新しい B1 のですね、鶏もつ煮なんかは、はい、宮崎の印象はいかがですか？非常に昨日来たんですけども、暑いっていうのがですね、はい、でも皆さん優しい方が多いので、はい、楽しんでます。会場の雰囲気はいかがですか？そうですね、初めて参加させてもらったんですけども、非常に皆さん、アンさんね、楽しみにしていただいているのが、非常に今後の日本酒もですね、明るくなるような印象に残ってます。はい。